どうも、そっか、ジェの久保です。あの、今回、補足の補足動画ということになります。撮影が12月19日の朝9時になりますね。えっ、ー、と、前回の154話でしたっけね、送っていただきましてありがとうございました。で、今回はですね、YouTuber として顔出しをするのか、しないのかということについて改めてお話ししようかと思います。まあ、とはいってもね、この話題っていうのは、持ち家がいいか、賃貸がいいかぐらい、答えの決まらないテーマなんですよね。 で結論ね稼げればどっちでもいいですし現実どっちでも稼いでる人がいる以上目的が稼ぐってことだったらまあどっちを用いてもいいと思いますそれぞれの状況とノウハウの組み合わせで自分の道を決めるといいんじゃないかなというふうに思いますねで私自身ね顔出し動画もやってるしご覧のようにねそれからそうでない動画も両方やる中でそれぞれのノウハウワールドをどっちも OK だなと思うんですよでもあえて今回 メリットとデメリットを語るとするとどうなるのかなってことを、まあ、踏まえてねお話しようかと思いますんでよろしくお願いしますえまずはねそうですね顔出しをするしないが売り上げにどう影響するかってことなんですけどもこれはね顔出しをした方が売り上げには圧倒的にあの効果が出ます、うん、というのがね消費者の気持ちになった時にその自分の身を隠してる人から商品買いたいですかってことになるんですよ もちろんなんかね動画を出してる人が隠すにはそれなりの理由があってその正々堂々とやってないってことの中には非合法なものを扱ったりとかねちょっとアダルトな性的なものを扱ったりとかその犯罪チックな話題を提供してるとかもう身を隠さないと本当になんかネタが割れたらやばいみたいなね根拠のないことを話してるとかねそういったことが様々あるなっていうのは多分情報を受け取ってる方も察するところだと思うんですよ。 で、であとはね、ね、えー。ご自身の立場ですよ、ねえー、例えば公務員さんで発信することっていうのはもしかしたら公務員的には、うん、アウトというふうにその組織内のモラルはあるかもしれませんルールではないですよでも公務員の副業が禁止されてるってことは副業を思わせるような行為だということでちょっと問題になる可能性がありますよね、うん、だから現役の警察官自衛隊の方が 何かを語るってことはちょっと難しかったりするんで元自衛官とか元警官とかねそれから JR の職員さんもなかなか第二交通公共機関ということで話しにくいらしいですだから JR を辞めた人があの元 JR のどこどこ勤務でしたみたいなことでお話しださる方います実はねそっからの塾生さんでも JR の職員さんって何人かいるんですよで顔出しができないって言ってましたねやっぱりで結構厳しいらしいですそこはあというのが 会社に不利益になるのようなことを話さないといけない時にはそれなりに懲罰があるらしいんですよ。ということでね属してる組織のデメリットを発信したい場合はこれは顔出しをしない方がいいと思います。で業界の裏話っていうことになりますからそれは顔出しをしなくてもアクセスは稼げると思うんですよ。うんだからね JR の職員さんは1年目とか2年目にあのマグロ漁をするらしいんですよ。このマグロ漁って何かっていうと人身事故の処理らしいです。 結構そこで勤めていられるかやめちゃうかってことが決まるらしいんですけどねでそのマグロ漁っていうのはどういうことかっていうと人身事故で人が電車に入られると手足が吹き飛んでね顔なんかも炸裂していてどうしようもない形になってるらしいですブルーシートで覆ってしまうんですけどもとてもじゃないけどご遺族の方に見せられるような状態じゃないらしいですねでも職員さんは警察が来る前に、 そういったことの現場保存とかをしなくちゃいけないんで結構ねあのきついらしいですねだから JR の職員さんで5年目とか10年目の方にマグロやりましたかって聞くと高い可能性でやったよ具体的にはねっていうふうに教えてくれるんですけどもそれもたまにね YouTube はめインターネットで公開されてる例があるんですよもちろん現役の人はシークレットでやってますし元職員さんもあんまり話したがらないですねそれから死刑執行の 刑務官さんこれも最近はね YouTube のアメプラとかで話される例が出てきてますけども現役の方はなかなかね死刑執行係っていうのは逆恨みを買うこともありますんでねちょっと厳しいらしいですね、うん、であとね親兄弟と別のベクトルを発信したいっていう方も顔出しをしない例があります、えー、例えばね自分の家が宗教をやっていたとなんとか宗教とかいうやつで その宗教がおかしいなと思って YouTube で発信すると自分の発信が咎められるのも込みなんだけども熱心にやってる親兄弟にも迷惑がかかっちゃうからだから考え方が違うからといって顔出しを堂々としていいのかっていうとちょっと躊躇するそうなんで最近はねその幸福の科学の岡隆法さんの長男でしたっけ YouTuber として自分のお父さんの宗教をね大批判してるみたいなんでなんかね人気だっていうのもありますけどもまあまああれもくじけずに。 幸福の科学もね、ね勢力を広げてるみたいですけど、ね、だから顔出しをして暴露することを利用していくことも理議論によってありえるんでしょうけども大抵の場合はあやっぱ親が例えばなんかねどっかの市区町村の町をやってるんだけども自分の町の政策に反対するようなことを実の息子が言うのはまずいだろうってことで配慮してシークレットで自分の親をね市長さんをこう。 ディスるみたいなのはあるみみたたいいなはあですよね。だから正直に、うん、逆風を吹かせたい場合は顔出しをしない方があっですよ。でも実際に顔出しをしちゃったりねするとお前の立場で本気なことを言えるわけないよねっていうふうなフィルターをかけられるんで実際にそこそこのことしか話せないし、えー、ズバッとしたことを言った時でもどうせ親に忖度してんだろうみたいに、えー、なんか勘ぐられちゃう場合があるらしいですよね。 あとね、恋愛とかね下ネタ系の発信もあの顔出しをしない方がウケたりしますね、まあ、最近はね顔出しして赤裸々にルに喋ってるねそのサチチャンネルとかいうね女の人がいるんですけども30代くらいの結構ねあの性的なネタとかをどんどん発信していってそれがね多くの人の関心を呼ぶやつなんですよでオフ会とかもうまくいってるみたいなことがあってでその YouTuber さんのパートナーの方っていうのはご結婚されてるんですけども <laughs> なんかね やっぱり、ね、自分のね奥さんとか彼女が自分との生態儀券とか元彼とどういうふうなことをやったかっていうことをバンバン喋られたらやっぱ気持ち悪いと思うんですよだから一部の人はそういうのが大丈夫な人と理解ある周りの人ということで、えー、まあ三人障壁が高い分ね市場独占できるんじゃなかろうかっていうところもありますけども、まあ、そんな例もありますよね。 だから顔出しをしない方が有利なことってのは結構あるんですよ。顔出しをしないからこそ信用されるみたいなことがね。それからね、あの私の熟成さんの例なんですけども、52歳、会社員の方で、YouTube をね、顔出しをせずにずっとやってたんですよ。で、なんで顔出ししないんですかっていうことにやっぱりなったんで、いや、してみたいんだけども、会社の人にばれたら嫌なんですよっていうから、いや、ばれた方がいいですよって、だってアクセス取れるじゃないかっていうことから、まず切り口をお話したんですよ。 だってね、誰かに隠れて YouTube 活動するそれはいいとして俺って YouTube やってるんだけど顔出ししないんだよねっていうふうに話すことによって話した人とのアクセスが一時も二時も稼げるわけじゃないですかでそれをねなんかね YouTube ってアクセスを取りたいはずなのにアクセスを取ることにネガティブってのはちょっともったいないよって話をしたんですよでもいやーでもねどうしましょうかってことになったんでじゃあこうしましょうとその A さんとしましょうその会社員52歳の方を A さんは上司とかに掛け合って自分は YouTube をやってるんでこれから会社のね商品とかサービスとかあの尊敬できる人を自分の YouTube チャンネルで紹介したいんだとでそれが会社の売り上げとか利益に多分有利に働くと思うんであのぜひ評価をしてくださいとでこれはダメこれは発信していいよみたいなことを言ってもらってもいいんで YouTube 活動させてくださいで会社の予算は使いませんとただしこれで売り上げが上がったら自分を そのの会社のね、自分の会社のインターネット開発部 YouTube 専門部の部長にしてくださいっていうふうに交渉をしてもらったんですよで一応その交渉は OK で軌道に乗ったら会社から予算を出すよねっていう風うな話になったんですけどもそれからどうなったのか分かりませんけどもね、うん、まあ、でもそういうふうにね実はね会社としても自分の社員が YouTube をやることって歓迎するんですよ だって会社がが有名になるるわわけけででししょょ商品売れ悪いこと含まないわけですよもしそれを止める会社があるとしたら不正をやったりしてる会社ですよねバレたくないことを発信しないでくれとこっそりやりたいんだっていう風なやましい会社はいやいやうちのことはあんまり知らせないでくれよってなるでしょでも全然その清廉潔斑にやってるところはむしろ取材が来たら嬉しいしそれを社員がやってくれたら経費もかかんないしバンバンだじゃないですかうん だからそういういうにね、実はね顔出しをしたりとかね自分が YouTube をやることを会社に認めさせる方法で自分の地位を上げたり給料を上げていく方法っていうのはね、まあ、あるんですよね、うん、はいそれからね顔出しするしないなんですけども見バレを恐れるる人がいいと思います。だから顔出し,したくないいやでもねやっぱりねその自分の出所身体を隠して商品を売る人から「商品買いたいですか?」って言ったら「買いたいです」っていう人はどっちかっていうと減ると思うんですよ。 だからあのまあいろんなことでね仕方なく覆面 YouTuber とかね顔出しをしない YouTuber を選ぶ道はあってもどっちもできるんだったら、まあ、いつかねあの顔出しをしてやっていくことをお勧めしたいしあと少なくとも自分のこのクローズドのコミュニティの中では自分のことをね、えー、メンバーさんには私の本性を、ね、お見せしますみたいな感じでやってもいいのかなと思いますよね。そんなにね見た目でどうこう言う人もあんまりいないと思うんでね。 で顔出しをして YouTuber をしているその程度で生活が壊れるぐらいだったらそれは生活そのものとか自分の人格そのものをちょっと見直した方がいいのかなとも思うんですけども、まあ、そうは言ってもねあのやっぱりあの、まあ、いろんな思いがありますねで例えば家族を抱えてらっしゃる方があのもう家族がいるんだからやめてっていうのもあると思いますからねでそこにはもうちょっと感情の話なんで理屈は通用しないと思いますんであの無理に説得することなくね じゃあちょっとやめようかとかこれからはシークレットでやるよみたいな感じも一つあるかと思いますその辺はねタカさんと相談していただければいいんじゃないかなと思いますよね、うんえー、あとその他ねあねやっぱこう自分のことを公開してやるもんじゃないかなと思いました商売はやっぱり、うん、商売ですからね看板をかけて店長がいて 店員がいて全員名札をつけて「いらっしゃいませ」ってねリアルな人に対して不特定多数のリアルな人に対して毎日数十人数百人とお会いするわけじゃないですか商売ってのはそう考えたらアクセスのね低い YouTuber さんがバレたくないですっていうのは、うん、気持ちはわかるけども、うん、なんかねこうインターネットに関わるがゆえの。 事情ななのかとと思うところはありますね、うん、それから何かね送っていた動画の中であの何回もやり直せるってところがあったんでそれも私は思うんですけども YouTuber として失敗するっていうのはどういう方かっていうとアクセスががが集まらずにに商品が売れなないってことが主になると主る思うんですよその場合やり直すにしても多分自分がうまくいかなかったことって知られてないんですよね誰にもアクセスも取れてないし商品も売れてないわけなんでう知られてないんですよ うん、だから別にやり直してもやり直してるってことすら多くの人には気付かれずにそのまま行くのかなと思うんで実はねあのインターネット YouTube の活動それこそチャンネル登録がね100万人とか300万人とかいたら辞めたい復活するのは難しいですよあいつ一回辞めたやつだぜになるんでもう知られてるわけですからでもチャンネル登録がね 数百人とか数千人の段階でややりり直直ししても多分やり直したことがれはねあのリアルセミナーをやった時にいつも塾生さんに言うんですけどもリアルセミナーをやって誰も来なかったらどうするんですかって聞かれるんだけども誰も来なかったらその1回が誰も来なかったことってバレないから次にやる時は第2回にできるじゃないみたいな。で同じように第3回第4回って誰も来なくてもやってるうちに「あ5回も続いてるんだ」この人の人セミナー相当 人が来てるんだろうなって思っていただくことはできるでしょっていうふうなそんな演出ですよねでえっ、ー、とまた話をね戻します結論申し上げますけどもどっちもいいんですよ顔出しをしてもしなくてもでもどっちにも別々のノウハウがあるのと共通のノウハウがあるだからそれを学ぶためにあのズームの対談でね顔出しをしてる YouTuber 私と顔出しをしてない覆面 YouTuber のタカさんとのこのコラボのライブに来た方がいいんじゃないですかってことですよ両方のノウハウがね手に入るわけですからねタカさんね じゃあいってらっしゃい